グーテンモルゲン、おはようございます。テンタです。ということで今日も一日スタートしました。一日のスタートはやっぱりこれですね。 DNS プロテインのいちごミルク味、いつものサッカー仲間と、自主練をねしていこうと思っていますので、どうですかね、オープニング変えて新しいやつにした動画、これが最初じゃない、もう1個か2個前ぐらいから配信されてると思うんですけど、どうですかね。僕的にはこのオープニング結構気に入ってるというか、結構自信作なんですけど、どうなんですかね、視聴者の皆さんからしたら。結構俺かっこいいと思うんですけど。はい、グランドの方に着きました。ということで、まだ友達はちょっと来てないんですけど、ちょっと準備して友達来たら一緒にボール蹴っていこうと思います。今日履くスパイクはこれ、モレリアです。モレリアの赤、これかっこいいんだよね。毎日腕立て100回パクリですけど、実際これはいいトレーニングになるんでやっていきます。でやっぱね、最初はずっと100回連続でっていうのは難しいんで、まあ、30回とかそのぐらいで、少し止めながら100回やって、いずれかは100回連続でできるように
やっぱそういう成長過程も必要だと思うし、これから毎日続けていきたいと思います。はい、ということで、そぼろ丼、完成しました。いただきます。ティエンポの開封動画、やっぱり、あれですね。全然伸びが違いますね。企画っていうかね、話題性というか、流行とか、最新とか、そういうものってすごく大事だし、やっぱりそういうのが伸びるんだなっていうのを改めて痛感した動画になりました。はい、ということで、今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。次の投稿も楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。チュース。